い、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回プレイしていくのはディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフということで、前回ですね100エーカーの森でプーさんたちと出会ったんですが、今回はその続きをプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。エピソードボードからエピソードを選ぼうということで、ここで何か何をやっていくかっていうのをちょっとね選んでいきたいと思いますが、畑仕事を教えてもらおうというのがあるので、これをやっていきましょうか。100エーカーの森エピソード1、畑仕事を教えてもらおうということですね。ラビットが出てきました。やあパワちゃん、この間はプーさんを助けてくれてありがとう。わしはあんまりよそ者を信用しないが、お前さんはもうこの森の仲間だと思っているぞ。だから特別にあることを教えてやろうと思ってな。これがおそらく畑仕事なんでしょうね。そうですね。いいか、作物を育てるには種をまくだけじゃダメだ。水をやり、雑草を抜くのも大事な仕事だからな。そして愛情を持って見守れば、作物はすくすくと育つんだ。さあ試しにこの種を畑にまいてごらん。ということで、初めての種をゲットしました。畑で、作物を育てようと。畑を A ボタンで調べると種を選んで植えることができるよ。種を植えた後は必ず水をまきましょうということですね。1回の水まきで60分しか持たないんだ。そして雑草も抜いていきましょうということですね。そしてキラキラ光ると収穫ができますということになっています。じゃあ早速やってみましょうか。畑に向かっていきましょう。畑に来たつもりがオールのところに来ちゃいましたね。畑はどこにあるんだ？ここかな？畑。ここだな。じゃあ A ボタンを押して種をまいていきましょう。ここにも種がまけそうなので、ここにもまいていきまーす。これで4つ種をまきましたね。そしたらここで水をまいていかなきゃいけないんですね。さあ水をまいていきましょう。お、出てきたぞ。お、出てきた出てきた。いい感じで出てきてますね。で、この後おそらく雑草とかもね生えてくるんじゃないかなと思うので、雑草が生えてきたら雑草も抜くということでしたね。ちょっと暇なんで、その間にこの辺りからなんか回収しときますか。麦わら、お、プーさんだ。人参の種をゲットしましたね。で、雑草は生えてないよな。生えてないですね。ポッっていう音とともに育っていってるようですけど、これピグレットですね。あ、そして収穫できる人参を収穫しましたね。ラビット、お前さんが植えた種は立派に育ったようだな。ふむふむ、初めてにしては立派なもんだ。お前さんには畑仕事の才能があるな。ありがとうございます。よし、これからもわしの畑を貸してやろう。気前いいなぁ、畑タダで貸してくれるんだ。というわけでエピソードを一つクリアしましたね。畑仕事と、せっかくなんで、他の畑の
撒いたやつも回収しておきましょう。そしてここで手紙さんが来ましたね。はい、ばあちゃんさん、畑仕事に精を出していたのね。お疲れ様。立派な作物を育てて、なかなか筋がいいみたいだね。畑仕事もできちゃうあなたにイエンジェット様からお手紙よ。このイエンジェットっていうのは、ソーサラーハットかぶった魔法使いみたいな人ですね。イエンジェットからの手紙ですね。パワちゃんよ、そなたがその森から素早くキャッスルタウンに戻りたくなったときは、その赤い風船を使うといい。今実は右手の方にピンクがかった赤い風船、そして左手にはこのなんていうんですかね、ファッションの一つとして持ってる赤い風船があるんですが、おそらく左手にあるものではなく右手の方にある木に、かかってる風船のことなんでしょうね。この風船っていうのはこっちの風船でしたね。やっぱり空を飛んでいったらあっという間よ。私もどこにでも飛び、ひとっ飛びだもの。とっても便利よ。使うことをお勧めするわ。そうですね、これわざわざ歩いていくより絶対風船使った方がいいですもんね。風船を使っていきましょう。新しいエピソードがオープン。蜂蜜を集めようっていうのがオープンしたようですね。ということで蜂蜜も集めていきたいんですが、ここはまずはさっき植えた種の回収をしていきましょうね。せっかくなんで植えていきましょう。さあ、ここで水もあげておきましょうね。はい、というわけで今回はですね、ちょっと短いんですが、初めての畑仕事ということで、プレイをしてきました。次回は蜂蜜を集めていきたいと思いますので、その様子もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまで。